SCC, SCC, SCC SC は好み、後のコナミデジタルエンタテインメントが開発した、波形メモリ音源券、メモリーバンク制御チップ。1986年2月頃、同社、MSX サウンドプログラム担当の青木豊が、ファミリーコンピュータディスクシステムに音源が内蔵されていることをヒントに、MSX 用拡張音源の要望を出したことが、きっかけで、 当時の MSX 用ゲームのサウンド担当だった上原和彦らがアーケードゲーム部門の音楽スタッフと音源の使用を決めた。さらに MSX のロムカートリッジゲーム用のメモリ制御機能を追加した拡張音として製品化された。表面には 2212p003 並びにコナミ051649と書かれており、これは チップメーカーでの品番とコナミでの品番だと言われている。パッケージ及び印刷の外観から東芝製と考えられている。1990年代以降はアーケードゲーム用基板に FM 音源や PCM 音源等と合わせて搭載された。なお、グラデュース等で使用されたバブルシステム基板の音源は構造が似ているため似た音が出力される別のものである。 名称の詳細は、諸説あり、MSX に使われたものは、正式資料によれば、サウンドクリエイティブチップが正しい。家庭用ゲームソフトへの搭載は、1987年の MSX 用ゲームソフトグラディウスにより、採用された。ファミコン版悪魔城伝説では、カートリッジ内のキャラクターロムに、SCCI-5P72J802 と記載されており、 さらに音源券、メモリバンク制御 LSI、VRC-BY-1105 から0039の搭載も見られるが、VRC-BY と SCCI の関連性について詳細は不明。なお、VRC-BY の音源部分は波形メモリではなくパルスの小切り波であり、SCC とは大きく異なる。以下の作品には SCCI 搭載の SCC 音源カートリッジが単独で付属しており、64基部の DRAM を搭載している。SCC のメモリバンク制御の機能としては、1バンクの大きさは8基部固定で、バンクレジスターは6ビット長のものが4つ用意されているため、それらの制御によって512基部の空間を管理することを可にしている。ゲームカートリッジとしてはその空間にが接続され、 前述の拡張音源と共に利用されている。単体での発売はされていないが、m s x 版スナッチャー並びに SD スナッチャーでは、該当ソフトウェアでのディスクキャッシュを目的として、SCC に接続された64基部のラムを搭載しており、128基部分のメモリを搭載可能なほぼ同等の回路で構成されている。ただし、チップに対して接続されているラムが、 スナッチャーのカートリッジでは、アドレスの前半、SD スナッチャーでは、後半に実装されており、相互に交換して使うことはできない。スナッチャーや、SD スナッチャーはこれらのキャッシュを前提に、設計されているため、ハードウェアドングルとしての役割も担っている。また、後に発売された、コナミゲームコレクションでは一部のゲームに、SCC 音源用 BGM が収録されており、これは、 スナッチャー付属カートリッジに対応して演奏されたが、SD スナッチャーのカートリッジは前述の実装アドレスの都合から認識しない。二つの SCC カートリッジは基盤自体は同じであるため、SD スナッチャーの方でも空きパターンにメモリを実装することで、上記のゲームにおいて認識させることが可能になる。多くの MSX 用の拡張ハードウェアと異なり、 このカートリッジには制御用の BIOS などのソフトウェアは搭載されていない。SCC 自体の持つメモリ管理機能によって、好み 8K バンク方式のロムイメージを搭載されたラム状に転送することでソフトウェアを実行することも可能である。なお、日本のユーザー間の一部ではこれらの仕組みを利用し、SCC を搭載した ROM カートリッジを使用し、SRAM と キャパシタによるバックアップ可能なメモリカートリッジとして SSCC ディスクと呼ばれる導入ハードウェアの作例が反復され作成されたりしていた。コナミが当時 SCC を用いて作曲した際の傾向として金属的なブラス系の音をメロディーに用いることが多かった。音抜けが良く印象に残りやすいことから多用されたことが見受けられる。当時、 PSG 単体による楽曲では、デチューン、二つのチャンネルでわずかにずれた音程を発音し、コーラス効果を得るが主に用いられていた。SCC と PSG による楽曲においてもグラディウス、2などで、デチューンが用いられているが、音程だけでなく、音色をずらす、各チャンネルにおいて異なる波形で、動線率を発生させるなど多彩な表現がやれていた。 アーケードバングラディウスの音源構成 PSG6CH-K005289 波形メモリ音源に CH に近いため本体速の PSG と SCC を併用することでその音を MSX 上で再現することも理論上は可能であるが MSX バングラディウスの発売時にはまだ SCC が存在しておらず内蔵音源である PSG のみの対応となった あとに、コナビゲームコレクションボリューム3に、ネメシスの名称でリメイクされ、スナッチャーの SCC カートリッジに対応したが、その際には独自の新規アレンジによる BGM データが収録されている。ソフトウェアの添付品という側面から、市販されたハードウェアとしては珍しく、カートリッジに制御 BIOS などを持っておらず、マニュアルに資料が掲載されるなどしているわけでも、 なかったた、当初はユーザーからの利用は困難な状況にあった。ユーザーに制御方法が知られるようになったのは、マイコンベーシックマガジンが1989年7月号から MSX でスナッチャー付属の SCC 音源カートリッジを制御するという解析記事を連載したためであ、連載では完全ではないものの大部分の内容を解説と、それを補完する。 ツールなどの掲載が行われているその後、1990年に MSX マガジンで発表された音楽ソフト、ムージーコ、ソフトベンダーたける販売の MSX ディスク通信90年10月号に収録には m s x ンスナッチャー及び SD スナッチャーに付する SCC 音源カートリッジを制御、演奏させる機能があった。後に、 同志で SCC を制御するためのコナミ提供の公式仕様が掲載され、草の根 b b s などで発表された MGSDRV などフリーソフトでも対応する動きが広がった。SCC 音源カートリッジは単体としては流通しておらず、後にスナッチャー SD スナッチャーともに中古市場でプレミア扱いされたことにより、正規に販売されたものを入手するのは困難となり、 実際の流通量は少なかった。しかし、コナミの SCC 搭載の MSX 用ゲームはユーザーに広く普及していたためゲームカートリッジをゲームが起動しないように改造して用いる方法や MSX 起動後に後からカートリッジを指す方法が考案された。そのためかなり多くのユーザーが SCC 音源を自由に利用可能になっていた。ただ、MSX が 電源オン状態でもカートリッジの抜き差しは物理的には可能だが本体やカートリッジはその動作を想定して作られていないため後者の方法は抜き差し時の電流や信号によって正回路を破損する恐れがあったあと差し方法については誤動作を抑えるためにシフトキーを押しながらカートリッジを差し込む方法やポーズボタンでシステムを強制停止させている間に差し ポーズを解除する方法が知られている。ポーズボタンを用いる方法の方が安全性は高いと言われているが、ポーズボタン搭載機種は FSA1 シリーズ以降の松下製、MSX 数機種と同時期以降のソニー製数機種のみであり、ターバーではポーズのハードウェア的な実装が変更されているので回路のタイミングが停止しない。また、いずれにしても電源オン状態で、 スロットに無理やり挿入しているとには、変わりはなく、故障の原因となる可能性が高かった。なお、現在は、MSX エミュレータや SCC 互換音源を搭載した1チップ MSX など、SCC 相当の音源を利用できる環境は多く、存在する。SCC 多様の演奏ソフトが普及した当時は、すでにフンパックや MSX2 の登場によって、 FM 音源 YM2413 オピールもまた普及しており標準的な MSX の環境では PSG3 音 FM 音源9音 SCC5 音で最大17音出せ音を重ね合わせることで深みのある音楽を奏でることができた。FM 音源搭載 MSX とナミの SCC 搭載ゲームの組み合わせで同時期に流通していた PC9801 や X68000 等に比べ非常に安価つ、手軽に DTM 環境を構築することが可能であった。近年のチップチューンブームにより、初期のビデオゲーム音源が見直されてきているが、SCC も当時を代表する音源の一つとして人気がある。波形メモリ音源として、コナミのゲーム音のみならず、ナムコの業務用、ゲーム音や、 pc エンジンの音を再現することも可能である。しかしファミコンに比べ音源の認知度、発音環境、音源を制御し作曲できる人口の少なさにより、SCCE を扱うミュージシャン、楽曲ともに数が少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。